の深夜ドラマ、リキータマにも大勢の若者たちが映画化だってよ。舞台公演中に出番の少ない若い俳優たちが楽屋でダラダラ過ごすあのドラマが映画になるの。で、見せてもらったんだけどかなりヤバかったよ。ちょっと英単語の学習風に紹介しちゃいます。誘拐、ドライブ、殺戮、軽井沢さん、作った男、工場、不思議な少女、恋、アイドル、伝統芸能、ストーキング、絶叫、覗き、マザコン、喧嘩、追いはぎ、逆断、ガッツポーズ、交渉、ファッションモデル、サラリーマン、変顔、寿司、女社長、全英演劇、カウント、謝罪会見、高校生、優勝、精神、生存確認、アクション、漫才、喫茶店、喫茶店のマスター、ダンス、ダンス、ダンス、キス、キス、キス、レコード、イル。自分の思う自分に勝てない。ご無沙汰しています。頑張ってよ、ずっと応援してるから。楽しませる。ただみんなに知ってほしかったんじゃないか。とにかくいろいろある。リキータマリモット、舞台制作に残る一夜の大冒険。彼は誰よりもいい芝居をする。あの頃も今も変わらず、一応俺ら仲間だし、幸せにこの道しかないと思います。忘れたふりしてました。どうぞ、私を覚えていいですか。私を覚えておられますか。いつまでも忘れないよ。I'll never forget you.